はい、新国立競技場の問題でね、オリンピックの組織委員会の会長の森喜朗さんが、また言いたい放題なんていう記事が出てましたね。A 案、B 案ってね、ありましたけども、B 案の方がいいなんて言い出してですね、A 案はですね、モロッコか ASEAN のどこかの国のお墓のようだとかね、また言っちゃって、批判されますよなんていう聴衆の、声もあったということなんですけどね。なんでこういうこと言っちゃうのかなっていつも思いますよね。まるでハイキングみたいな人ですよね。どういうことかって、森と湿原は欠かせないってね。ねずっちです。では、また。